12月5日、時刻は9時になりました。こんばんは、レーシングライダーの石塚武です。さあ始まりました、レーシングライダー石塚武のレーシングチャット。本日も一緒に番組を進行していただきますのは FM ルピナス放送局長の片山さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ということで、はい、ということで、はい、見てご覧になっていただければ分かると思うのですが、おにぎり会です。先週ね、なんかおにぎり10個食えるか食えないかみたいな話をしてて、はい、本当に、はい、実現しちゃいましたね。しちゃいましたね、まさか、ちょっとふざけ半分な話だったと思ったんですけど、はい、本当はこう10個ずつ、ね、うん、食べようかみたいな、そうなんですよね、感じになったんですけど、はい、まあ、だんだんね、こうおにぎりを目の当たりにして無理なんじゃねみたいな。まあ30分の番組ですからね、はい、まあ、ちょっと物理的に10個は厳しいんじゃないかっていう、そうそうそう、話で、そうですよね、うん、1時間番組ならね、そうですね、1時間だったらまあね、やってもらったんですけどね、まあ、5個であいにく30分なんで、まあジャブですよ、ジャブおにぎりジャブ会みたいなもんジャブ会、そうですね、まあ実際おにぎりを一気に5個食べるっていう機会も僕も今んとこあんまないので、まあ30分こう話しながらかなり緩い番組いる、絶対ね、バイクでこう世界目指してる人は絶対やらない企画ですよね。絶対やらないですよね。ロッシーやりますかね。ロッシーは絶対やらないですね。やらないですか。本当ですか。レーシングチャットって言ってるのにおにぎり会ですからね。そうですよね。はい、まあこれもなかなかレアで、はい、そうですね。はい、いいんじゃないかと。おにぎりの感想をこれ直レポしながらね。俳優になりたいって言ってたんで、その食レポって大事ですよ。そうですよね。どんだけ表現するか。はい、なかなかこれ、まあ、はい、いつもね、食べてる味だと思うんですけど、はい、そうですね、味わってね、しっかりその食レポすることっていうのは。味も同じ種類をちょうど5種類ずつ、ね、そうですよね。ないですからね。鈴鹿選手で分けたんで。はい、まあ、早速いきますか。そうですね。こうしてる時間もね、もう時間も迫って、ね、はい、ちゃんとゴミ袋もありますから、ね。はい。じゃあ、どれからいただきますか。かなり緩いですよね。いろいろあるんですよね。どれがいいですか。照り焼きチキン、こっちから行くと、はい、マヨネーズ、はい、ツナ、うん、昆布、鮭マヨネーズ、はい、で梅ですね。まずはどっかでツナからですか、やっぱ。いや、ツナは緊急時緊急時なんですか。ちょっとね、そういう一発目どこら辺から一番ちょっと食べづらそうなのからいきたい。食べづらそうしますね、はい、何がいこうかな、はい、昆布かな。昆布いきますか。昆布ちょっといってみます。昆布いきますか。はい、はい、じゃあ僕も昆布いきます。違和感しかないんですけどこれ全部同じですもんね。途中から番組見た人は何やってんだろうなんだろうな。おにぎり会。じゃあ早速も時間もあるんでいただきます。はい、いただきます。バイクの話なしで、はい、もう美味しいですか昆布は。うん、昆布美味しい。本当そっちか咀嚼音とかお願いします。石塚選手のね、咀嚼音どうですか。 ASMR みたいな。 ASMR いただきましょう。うん、うん、何も聞こえない喋れなくなりますこれ。何も聞こえない。うん、あ、でも昆布久々に食べました、うん、本当。どうですか、うん、いや美味しいです、うん、これ喋れないからこれやばい、これ本当に喋れないですね。うん、まあでもまあ30分あるから、うん、どっちかどっちか食べてる間に喋ってみたいな、ね、ね、うん、昆布久々に食べたんですけど、うん、美味しいですね意外と、うんうん、でも特にその食レポって言われても、うん、なんですかね、久しぶりに食べるとあ、はい、こういう味だったんだっていう新しい発見っていうか、ね、そうですね、うん、昆布も周りだなみたいな喋れない、うん、これどうします。食べれなかった時なんかあったりするんですか。ありますよ。あります、うん、どうしますか。お互いに、はい、ね、うんうんうん、なんかやりましょう。なんかそれはちょっと決めていきます。来週そう話しながらね、はい、ちょっと前なんか来週はなんかやるんだったら全然バイク関係ねえんだ関係ないじゃんみたいな。やばいな、ちょっとこの2週間だけ意味わからない放送にお付き合いくださいちょっと次はサンドイッチとかねいろいろと、あ、そういうシリーズ化もありこの人シリーズオフ何やってんのってシリーズオフ食ってばっかやん、ね、はい、でもこれはこれで結構新しくて面白いと思う。やばい、ちょっとリードされてる、うん、そう思うんですよね、5分に、うんうん、1つ食べないと。あ、そうですよね、間に合わないんで、うんうんうん、
今はもう何分ですか。今5分、5分も過ぎてます。やばいやばい、結構早いっすよ。やばい、うん、え、5個、これ5個やばいの。うん、もう次行かないと、うん、間に合わないの。食べながら当てていかないと、うん、な、何してますか。これはゴミ、ゴミもほら、はい、どうしよう、どうしよう、うん、やばい、どうぞ。あ、普通のあの女子会みたいになってますけど。全然バイクの番組関係ないんですけど、俺緊急って言いながらもうつないって今ちょっと時間を短縮していかないと。短縮って言ってね。まだお腹の方は全然変形した。いや、1個なら本当まだ美味しく食べれてますよ。全然ヨーロッパだと貴重ですよね。貴重ですね。おにぎりがね、いっぱい持っていきたいですもん。あ、そうですよね。あの、いつもあれなんですよ、空港で買って、うん、はいはい、あの飛行機の中で結構食べてて、うん、あ、そうなんですか。あの機内食ってやっぱ合う合わないあるじゃないですか、うんうん、で僕あんまり結構カタール の、はい、あのエアウェイズとか使うことが多いんですけど、うんうん、とかロシアとか合わないですか。あんまりちょっと、合わないので、うん、日本からあの行く飛行機っていうのは、うん、日本人に合う食が多いです。あ、食べるタイミングも大事ですよね。あ、食べると喋れないですからね。はい、ちょっと今は、はい、まあ、いや、僕喋りますから。まあ、あの日本から出るやつは日本食が多いんですか、うんうん、はい、それともヨーロッパから出るやつだとあまりこう向こうの味が多いとか。あ、でも日本から出発して向こう行く時の便でもやっぱちょっと、うん、ちょっと違うんですよね、やっぱり僕らが普段食べてるものとは、ね、はい、だと別に機内食を無視して、うんうんうん、こういうのをあの空港で買って、そうですね、食べちゃってる方が、うんうん、なんか物によっては、はい、あ、意外とこれはいけてるみたいなところ、はい、ものタイミングですよね。ものとかもあるんですけど、あ、もぐもぐしちゃいます、ね、うん、やっぱり向こう着いてから、うんうん、ちょっとひもじい思いというか、はい、あ、何食べよう、あんまなんか食べたいもんないなってなっちゃうのが辛いので、はいはいはい、うん、結構買っていくことが多くて。向こうの空港だとまた日本と売ってるものは全く違いますもんね。そうですね、うん、あのそういう時にいいのがやばい。、うん、あの結構マックとか、うんうん、マクドナルドとか、あ、あの、ね、バーガーキングとかは結構こっちにもあるものがあるので、うんうん、そういうので満たしていくっていう、うんうん、味はどうなんですか、あのバーガーキングとか。あ、同じですか。ほぼ同じと思います。あ、そうなんですか。食べれない。スタッフさん大丈夫。まだ2個目ですからね。何分、やばい。ラジオの人とか、うん、ちゃんとあのもごもごしてんじゃねえよって。何喋ってんのか分かんねえよって。バイクの話しましょう。前回もあれですよね、前あのお菓子ちょっとつまみながらやったこともなんかありましたね。あ、はい、そうですよね、うんうん、珍しいですね。お菓子ならまだいいですけど、おにぎりって結構ガチなんでね。ガチですね。これ海苔がきついんですよね。海苔がなんか、うん、やばいやばい。うん、これ2個目かな。うん、2個目いきましたね、うん、うん、まだお腹は全然大丈夫ですか。お腹は大丈夫です、うん、素晴らしいですね。次じゃあこれいきます。ちょっと手強そうな、うん、照り焼きチキンマヨネーズ、ね、うん、お腹は大丈夫ですね。早くね、片付けてね、はい、どんどんあのそうですね、の方に行かなきゃいけないですけど、食レポしたいですよ。だから照り焼きチキンちょっと、ね、ちょっと食レポしてみますか、うんうん、ちゃんとお願いしますよ、うん、すいません。照り焼きチキンマヨネーズ、じゃあいただきます。もごもごしないようにお願いしますよ。うん、お、どうですか、照り焼き、うん、うん、お、あ、このうん、一口目はやっぱり白米ですね。めっちゃ下手くそ。白米ですねの意味が分かんないですよ。誰もが分かってるでしょ。味を聞きたいんですけど、ちょっと今お 米のことを聞いてるわけじゃない。この具まで到達しなかったんで。本当ですか。ちょっと次の一口。そういうことか。あ、どうぞ食べてください。勧められたんでいただきます。照り焼きチキン、照り焼きチキンマヨネーズですね。照り焼きチキンマヨネーズですね。あ、これはでもあの若い人とか好きなんじゃないですかね。うん、これ白米だやっぱ。届かないねこれね。うん、届かなかったね。ですよね、うん、ですよね。でちゃんと次ちゃんと、いやでもいいレポートですよ。照り焼きチキンは届かないっていうのが、はい、届うん、そうですね。そこは情報として2発目、2発目。うーん、具が少ねえ。え、
これなんかバイクの話を期待して番組見てる人はどういう気持ちで見てるんですかね。これおにぎりの番組チャンネル変えちゃわれてないですかね。大丈夫かな、うん、危ないですよこれ。危ないですね。うん、なんかでも、うん、このあんま食べないですけどこの照り焼きチキンと、うんうんうんマヨネーズが合うんですね、うん、やっぱりちゃんとちゃんと真面目にやってますね。はい、ちゃんとなんか合ってますね。うん、まあいいんじゃないかと思います。食レポ番組に変えますか。毎回こう食べながらレポートしてきますか今後は。そっちの方が人気出たりしたらどうするか、うん、なんかこの回、放送だけ回数が伸びるとか。しかし選手そろそろ方向性を変えた方がいいかもしれないです。うん、なんかいい、うん、あのデータ取りになると思いますよ、うん、今回。そうだよね、うんうんうん、ここだけの伸びないようにね。皆さんあんま見ないでくださいよ。逆にそういうこと言うと逆に伸ばそうとするんですよね、うん、人っていうのは。まあそうなんですよね、いっぱいクリックしてね、うん、そう逆にこれが面白かったんで、うん、そのちゃんとしたバイクの会の見てくれる人も増えるかもしれないですよ。いやいや来年からちょっとおにぎりレポーターになりましたっつって、あれバイクはっていや、あの会がきっかけで本職がおにぎりになりましたみたいな。どうもおにぎり静香ですみたいな、そういうネーミングになってる可能性もあるっていう、うん、おにぎりくんですか。おにぎりくんですよ、うん、なるほど、魚くんみたいな。そうおにぎりのこうかぶってね、はいはいはい、かぶり物してねやっていただくって目指してないっすね、はい、お腹の方はどうですか。うん、大丈夫。10個食べれるわけですね。これは、うん、10個は食べるって宣言します。10個は、うん、引き出さないといいよ。今3つですよね、うん、まだ3つです、ね、うん、まだまだでもペース的にはそんな悪くないですよね。うん、ペース的には大丈夫です、うん、まだ結構うんうん、食い気味で、うん、早めのペースでいってます。そうですね。あ、これだったら5個はいけそうですよね、うん、5個は全然いけそう、うん、でもやっぱ3個ぐらいがお腹的にはちょうどいい気はしますけどね。ああ、うん、まあでもこれからは延長戦ですね。そうですね、うん、よし、じゃあ次梅をいただきます。今耐久レースって感じですか。耐久レースですか、うん、3個までが普通のレース、はい、あと4個5個目が耐久レース。そうですね、こっからは耐久ですね、うんうんうん、頑張りどころですか、ね、じゃあ耐久レースの話しましょう。じゃあせっかくなんで、そうですね、うん、ちょっとじゃあ鈴鹿8体ちょっとまず ASMR いいですか。と音だけ。あ、これはい。お、いい咀嚼音が。いい音取れました。もっと取れましたね。はい、そうですね。じゃあ8体の話しますか。はい。うん、鈴鹿8体そうですね。毎年夏、うん、夏ですかあれは。やってるんですけど、うん、ここ2年はやっぱりそのコロナの影響でできなかったですね。あ、そうなんですか。はい、開催してないされなかったです。今年も、はい、日程が11月にずれたんですけど、はいはいはい、それもまあ中止になってしまったということで。あ、本当ですか。うん、残念ですね。それってね、すごい一大イベントですよね。はい、昔からやってますもんね。そうですね、日本でやっぱやるバイクレースで一番大きなレース、うん、はいはいはい、大会になるので。これは一チーム何人ぐらい選手が、一チーム大体3人ぐらい。3人、はい、その3人で交代運転しながら。そうなんですよ、はい、まあ、8時間っていう時間を、はい、3人、2人か3人で回していく。例えば俺が7時間50分走るからお前ら5分ずつでいいよっていうこともありですか。ありはありです。ありですか。ありはありです。すごい目立ちたい人がいる、ね、やっぱり、うん、走りたいライダーもいれば別にもう走らなくていいって人もいるし、そういう気持ちに関係なくペースがいいライダーを常に使いたいっていうのはもう当然のことなので。あ、じゃあその3人の調子を見て、うん、はい、バイク自体は違うの、それとも同じバイク。あ、同じ1台のバイクを。あ、そうなんだ。8時間回すんですけど。それってちょっと嫌じゃないですか。
まあそうですね、そういうところで見られますよね。うん、お前よりあっちの方がいいから、はい、あっちを使うっていうのはちょっと、まあ、そうですね、うん、実際まあチームとしても国内判断とかにはなるんですけど、うん、あの実際そのね、うん、やっぱチームを勝たせる、前に行かせるっていうのがまあ目的なので、はい、はいはいはい、まあ、ライダーもそこは受け入れるしかないんですけど、中にはそれであのまあ気を損ねて契約もやめるって言っちゃうライダーだったりとか本当にでもあのタイムが出てるわけじゃないですかそうそうなんですよ、ね、じゃあ何のためにじゃあ俺来たんだとか呼ばれたんだってなっちゃうライダーも中にはいますね。その時にね、うん、どういうふうに言うと納得できる、うん、できるんですか、その何のために俺は呼ばれたんだって時にあのうまくごまかす。いやーそこは僕にはまあまあまあ、おにぎりでもおにぎりまあ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 ちょっとは収まるかもしれないですね、うん、収まんないでしょ、うん、まあそういうのありますね。ああそうっすか、うんうんうん、もうこう実力が結構やで、まあ、選手的で嫌ですよ、うん、まあそうですね、まあでも、はい、ライダーもそのうん、あの早かったら早いライダーもやっぱり休まなきゃいけないっていうのもありますし、はい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 、ただ、早いだけだと、はい、タイミングですよね、うん、はい、なんていうんですか、燃費が逆にすごい関わってくるレースなので、うんうん、例えばじゃあコンマ1秒そのライダーよりはあコンマ数秒早いけど燃費がどんどん、はいはいはい、早いライダー走らせると悪くなるとかっていう場合もあるんですよ。走り方とかで燃費とか、ね、ガソリンの使う量も変わってくるんで、早ければいいって問題じゃないですね。そうなんですよね、うんうん、基本は速くないとなんですけど、うんうんうん、まあポジションをキープするために最低限全然走れてればそのライダーを使った方が燃費がいいし、はいはい、遅いライダーには、うんうん、俺は燃費の方だってこう言い張ればいいんじゃないですか、ね、速さじゃなくて燃費これあのモザイク言うのは変だとんだことはバレちゃいました、ね、ちょっとまあその燃費とかもやっぱデータでちゃんと出ちゃうので、うん、あそうなんですか、はい、そういう分析されちゃうんですよ。どうやると燃費がこう効率よく運転できるんですか。やっぱりその、はい、アクセルを開けてる時間っていうのはガソリンが吹く時間なので、はい、アクセルをいかに開けずに速く走ってるライダーっていうのが、うん、やっぱり燃費が良くなるライダー、はいはいはい、よく言うとそういうことなんですよね、うん、なんでペースが良くて燃費がいいライダーが一番いいんですよ耐久、はい、うんうん、そういうテクニックもあるんですね。そうなんですよ、うん、そういう走りは意識しないとできないですか。まあ走り方によってその、うん、まあ、ライダー自身のね、うんうん、癖とかにもよって変わるので、うん、意識すれば意識はできますけど、でも意識しちゃうと多分ラップタイムって落ちちゃうので、ああそうですよね、うん、もともとそういう走り方が得意なライダーの方が、うんうんうん、できちゃってるライダーの方がまあ耐久向けではありますけど、耐久向けのライダーとか、はい、普通の レース向けのライダー、うんうん、まあレースによってこう、うんうん、運転も若干変わるってことですよね。そうですね、そういう意味ではね。スプリントの普通のレースだったらあんまり燃費は気にすることはあんまないので、はいはいはい、もうどんどん開けてどんどん開けてなんですけど、燃費が減るとガソリンが減ると、うん、それ給油しなきゃいけないってことですか。給油回数やっぱピットインの回数が増えてきちゃったりとか、ああそうかそうか、はい、まあ、それが一番大きな何ていうんですか、痛手というか耐久エースにとってはそうなので、なるほどね、うんうん、あとずっと燃費を気にしているような感じで一回もピットインしない方が強いってことですね極端に言うとそうですね。なんで、ね、他のライダーより一周例えば長かったり、うん、他の、まあ、チームですね、ライバルより一周でも二周でも多く回れちゃった方が、うん、有利にはなるんですよ、ね、ああそうですね、うんうん、でピット戻ってきたタイミング で、うん、でまた同じになったとしても、うん、そのタイヤとかは状態はいい状態にはあるし、はいはいはい、タイヤの調子もありますもんねそうですね、燃費もありますし、ね、そうですそうです、うん、タイヤもそうですね、全部、うん、タイヤも交換ですか。はい、交換します、ピットインの時になので全部エコに速く走るライダーが耐久が向いてますね、うん、同時に やる場合もあるんですか、燃費と、はい、その方がいいですもんね。そうですね、大体そうですね。例えば8時間もやるじゃないですか、うんうん、ピットインの回数ってね、うんうん、チームによって変わると思うんですけど、はい、やっぱりピットインが少ないところが勝ってる感じですか。うーん、そういうわけでもない、うーん、わけでもないですけど、うん、ピット作業してる時間とか、うん、1秒でもやっぱり短くしなきゃいけないので、うん、そういうピット作業の、クイックさとか回数ももちろんそうですし、それはメカニックのテク、そのスピードですよね。そうですね、うん、あとそこで使う工具とか、はいはいはい、その部品とかそういうのも工夫したりとか、はい、うんうん、だからピット作業の練習もみんなメカニックさんたちとみんなでやるんですよ。あ、
なるほどなるほど、うん、そこもタイムアタックみたいな、はいはいはい、そうですよね、はい、秒数とか出ますもんね、その、うんうん、こうそうなんですよ、実際ね、あ残り1個ですね残り1個これはいけますね、はい、あと10分ぐらいありますもんね、うん、どうですか中の方は5個ならいけますね、全然いけます、はい、5個ならいけます、10個はいけそうですか、ちなみにまあでも、うん、チャレンジはしてみたいですね、あ10個ね、5個いけたので、うん、あそうですよね、まあ半分ですからね、まずはね、いけなくはない、いけなくはないかもしれないです、はい、分かりました、じゃあ、じはい、まあ12月か1月来年あたりかは、ね、はい、これが10個バージョンです、ちょっとチャレンジしてみたいですね、でもね、時間的に30分間に合わないかもしれない、はい、そうですよね、なんでもう本当に、うん、無言ですよ。喋れない。事故じゃんそれ。タイムは事故。うん、なんですか、そういう回の YouTube ですか。そういう回しかないっていう、ね、全くここでやる必要のない話になっちゃう、ね。うん、あ、そこじゃないんですよね。内川選手もう一個番組を持ってて。そうバラエティ番組。おにぎりの。おにぎりの番組。おにぎりのっていう。ちょっとじゃあまた音を。あ、いいですね。うまそうだ、これね、やっぱこういう音聞くとやっぱお腹空いてきますからね、そうですね、見てる人もね、そうですよ、うん、はい、どうですか最後何でしたっけ、何だっけこれ味で当ててくださいよ、うん、何味で何味ですか、今のところ白米です今のところねまあ最初はこう踏み込まないタイプですね、そうですね、そうですね、やっぱり次でセカンドからこう、うん、どんどん入れていく感じ、まだ一足です、ね、じっくりいかないといけないところなんて思うんで、バイクって何速まであるんですか、あれ、6ですね、基本6です、あ、うん、6速なんですね、6速全開なんて経験したことありますか、はい、6速全開でカーブを曲がると死にますもんねそのサーキットなら死なないですよ、サーキットなら死なないですか、死なないですよ、転倒はしますよね、でもね、きっと簡単には転ばないですよ、サーキットなら、あ、そうなんですか、公道でやっちゃったら多分さようならですけど本当ですよね6速でだってコーナー曲がっていくのとかもやっぱありますから、はいはい、少ないですけど、はいはいはい、うん、で自分はほら、うん、まあ、原付しか免許持ってないんで、はいはい、そのモンキー持ってたんですよね、はいはいはい、モンキーはね4速までしか、4速でしたっけ、そうなんですよ、そうですよね、だからそんなスピードも、もともとモンキー時代そんなスピードも出ないんで、はいはい、ちょうどいいですよね、はい、そのそこらで乗る分には、だからクラッチを練習するにはね、うんうん、ちょうどどうよかったですよねはい、はい、全然速いスピードを体感したことないですよ、あのバイクで、普通そうですよね、だって僕らが経験してるその300キロとかなんていうのはやっぱりもうサーキットの中でもやっぱ本当ロングストレートとかがないと、うん、1000cc とかで何キロ一番長いところって富士ですか、あ、富士スピードウェイ長いですよ ね、 すよね、まあ、僕はあの走ったことないんですけど、うん、はいはい、はい、四輪とかでやってるいますよね、すんごい長いストレートありますね、すごい長いですよね、1キロとかあるんでしたっけ、そう結構長いんですよ、はい、僕はそこは乗ったことないですけど、やっぱ鈴鹿サーキットの、うん、バックストレートとかはそれに近いものが、はい、あ、長いですね、はい、ありますね、そこが一番スピードが出ると思うんです、そうですね、うん、国内のサーキットだとおそらく一番そこが出るんじゃないかな、バイクの全開で出せるところですか、そうですね、もう立ち上がりも頑張ってだーって全開でギリギリで走って最後の最後ブレーキング直前で300は出るかなっていう感じですね、恐怖感はないんですか、考えたらやっぱ怖さって出てきちゃうんですけど、もう必死で速く走るために頑張って走ってるので、その時はもう忘れてますね、そんなことは、ああ恐怖、もう速く走りたいだけなんで、うんうん、逆に気持ちよさとか快感とかはないんですか、一生懸命になっちゃってると感じる余裕はないですね、はい、ああそうなんですね、はい、だとこう、うん、普通にフリーで自由に走っていいよっていうのって気持ちいいものですか、はい、気持ちいいです、はい、やっぱりそのレースに関わってない走行とかだと余計やっぱ楽しむ時間というか余裕ができるので、はいはい、そういう時は本当に楽しくバイクを楽しむみたいな、はい、それこそ僕、はい、昨日なんかもそういう走行会でいろんなバイク乗ってきたんですけど、はい、もう先導したりとか乗ったりとか、そういう時だと本当に楽しいなって、あ、バイクを、ね、心から思う瞬間はいっぱいあるんで、はい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 、まあ、レースはちょっと違いますからね、はい、そうですよね、そこはね、まあ、そん、はい、遊びがてらね、はい、それでいいよっていう、うんうん、そういうのは結構あるんですか、走行会みたいのは、そうですね、結構あちこちでありますはい、
あ、味到達しました？うん、今考えてるんですけど、はい、うん、多分鮭と、うん、なんか鮭マヨネーズみたいな感じだと思います。うん、あ、そうですね、鮭マヨネーズですね、はい、はい、うん、あのこの後、はい、おにぎりベスト5の日課選手のこの味ランキング、味ランキングですね、わ、うん、かりました、決めて終わりにします、ちょうどわかりました、うん、うん、なんだろうな、でも言われます、うん、昆布、チキン、チキン、シャッキ、照り焼きなんか、照り焼きチキン、もう味忘れちゃいましたけどね、忘れちゃいましたね、あの具が少ないやつそう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 、あと梅、梅とあと鮭マヨですね。インパクトあるやつがね、頭に残りますよね。そうですね。これも美味しい。いやー、斬新ですね。うん。あと5分ぐらいですか。あと4分ぐらいなんで。4分ぐらいですね。最後に締めの言葉もあるんで。はい。あと2分ぐらいで何そんなおにぎりの話ほとんどでしたね。あの2分であのベスト5を発表してもらって、はい、最後2分で、いつもの締めにそうですねやっておしまいってことで、はい、いやとりあえず食べ終わりましたね。はい、完食でーす。無事に完食しました。すごい絵面でしたもんね。初めてかもしれない、ずっと食べてるの。はい。そうっすよね。カトヤンさんも初めてということで。来週も、はい、5個かな、10個なんで、来週も。実はこう、2週撮りとかするんで、ね、食べたら10個ずつ食べた、ね。10個ずつ、はい。そうですね。はい。はい、で今回のじゃあベスト5。そうっすね、はい。いや、美味しかった順番ですよね。じゃあまあ大体ベスト5から、まあ、5位からいきましょう。5位からいきます、はい、5位から一番ビリですね、はい、じゃあ第5位、はい、第5位、照り焼きマヨネーズ。あ、だから最後に食べるやつ。あ、最後は鮭ですよね。あ、鮭か、そっかそっか。具が少ない、理由としては具が少ないから。あ、じゃあメーカーさんにクレームじゃないか、それ。味というよりかはメーカー系メーカー系ですよね。いや、なんかメーカー映ってないから大丈夫か。ダメダメ。どこで買ってきたか、見てて、はい、そうですね、まあちょっとそういう理由が個人的にはAM ルピナススタジオで一番近いドラッグストアで買いました。はい、言っちゃってるよ。はい、別に分かんないですもんね。まあまあそうですね、うん、そうそうそう、はい、まあほとんどの方は分かんないと思うんで、まあまあいいでしょう。はい、はい、じゃあ次第4位、はい、何があったっけな、はい、そうですね、そうですね、じゃあ第4位、うん、はい、今最後食べた鮭マヨネーズ、はい、鮭マヨネーズ、はい、これはあのこれも具が少なかった。メーカーの方がこれも同じくだりですね。デジャブみたいな感じ。理由がくだらないから。5位も4位もそんな変わんないですか。そうですね、なんか言い方あれですけど、うん、マヨネーズ足せばいいと思ってるのかなっていう。移動バイクのレースでね、ただアクセル踏んでりゃいい、いいって言われてるようなもんですよ。まあまあまあ、そうですね、まあ、うん、あのやっぱ定番のおにぎりって結構、はいはい、ちゃんとそれだけね、はい、あの考えられてというか人気の理由があるんだな。メーカー、はい、言われよう、すごい最悪の言われようじゃないですか。マヨネーズ出しちゃいいと思ってんじゃないですかとか言って最悪ですよ、そのコメント。すいません、ちょっとそれは言い過ぎですよね。あの美味しい、美味しいんですよ。企業さんも努力して作ってるのにマヨネーズ出せばいいと思ってんじゃないですかっていう発言はちょっとね、良くないですね、非常に。そうですね、あのいや、あの大前提として美味しいんですよ、全部全部美味しいんですけど、まあ強いて言うなら、はい、って感じで言い方悪いですよね。マヨネーズ足しゃいいみたいな。はい、と、はい、いうことで次いいですか。それはまあ4位5位なんですね。そうですね、はい、ここからいいコメントですよね、ここからは、ね、はい、3位、はい、じゃあいいですか。はい、3位、第3位、はい、ツナマヨです。ツナマヨです。マヨネーズ、マヨネーズ同じじゃないですか。他社員、他社員みたいな。あの、いい点はやっぱり、はい、あの食べやすいし、あ、やっぱそんな、やっぱ美味しいですよね。ツナはね、定番。ツナはやっぱ定番。ツナ僕好きなので。あ、本当ですか。うん、はい、やっぱおにぎりの王様、王様。
王様ですよね。王様ですね。なんか気づいたらマヨネーズが下位最下位ね、本当にね、3つあれですけど、マヨネーズ系ね、はい、激震しましたね。まあまあそんな感じで、はい、じゃあ第2位で、第2位は、はい、はい、梅ですね。梅、はい、はい、うん、あの好きです、梅は。あ、梅好きですね、はい、うん、あの美味しかったですね。美味しかったです、うん、で、はい、で1位が、はい、昆布ですね。一発目に一番お腹が空いてたから美味しかったのかもしれない。その説もあるかもしれないですけど、だって最後の方はだってこう、はい、お腹いっぱいだから、はいはい、味もねちょっとあれですから、はい、まあ、なんか久々に食べたら本当に美味しかったですね、はい、うん、昆布ね、はい、最初から美味しいって言ってましたもんね。そっからだんだんこうリアクションが下がってったんで、ちょっとはい、あの昆布熱がまたね、うん、あ、いいかもしれない、ね、しそうな気がしました、はい、ぜひ昆布をね買って、はい、ということでレースにつなげて、レース前は昆布食べましょうよ。ああ、いいですね、うん、美味しい思い持ってってね。美味しい思い、はい、持ってって食べたいですよね、はい、はい、ランキングありがとうございます。ということでおにぎり会でしたね、はい、5個はじゃあもうね結構普通にいけたんでね、次はあ、そうですね、ちょっとずつ、はい、増やしていきましょう。どういう番組を石川選手どういう番組を目指してるのかよく分かんないんですけど、まあまあじゃあ一旦おにぎり会はこれにて終了。そうですね、あのスポンサーが減らないことを僕は祈ってますよ。え、ああいうことをやってるのとか。そうですね、普段の活動って何、バイクを広めるんじゃなくておにぎりの味を批評してるのみたいな、うん、具が少ないとか、具が少ないとかマヨのディスを言う番組じゃないんでね、うん、そうですよね、はい、はい、じゃあ面白かったです、はい、ありがとうございます、まあ、ございました。今回だけにしてね。そうですね、はい、今回だけもちょっと特別バージョンということでね、はいはい、ちょうどお昼時に収録してますから、ね、そうですね、いいランチでしたね、はい、はい、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした。さあ、そろそろお別れのお時間が近づいてきているということで、はい、ここで最後に皆様にまたお願いがございます。はい、今シーズンも僕が参戦している FIM CEV レプソル Moto2 ヨーロピアンチャンピオンシップというあのレースがあるんですけども、目標の世界選手権を目指して挑戦していまして、いるのですが、やはりコロナの影響で、参戦資金がちょっと不足しているのが現状です、そこで少しでもご興味を持っていただいた方、応援してもいいよという、いう方がいらっしゃいましたら、僕の SNS いろいろやってますので、Twitter や Facebook からご連絡をいただけると嬉しいです、よろしくお願いします。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます、はい、どうでしたか、お腹いおにぎり会、はい、お腹いっぱいです。本当ですか。じゃあ10個食えないかも、ね、あの5個はいけますけど、やっぱもう3個4個がちょうどいいぐらい、ね、ああ、ちょうどいいぐらいですね。5個だともうちょっと張ってるなっていう感じ、うん、だいぶ張ってる感じで。そうですね、どうですか、あの、はい、意外とねそんな食べないんですよね僕。リアルにあと何個ぐらいいけそうですか。頑張れば全然、うん、あと5個いける。あ、5個はちょっと分かんないですね、うん、チャレンジはでもしたいです。したい、してみたいです。やっぱこう個人的にしてみます。あ、個人的に。はい、まあ、あと2個は絶対食べれます、はい、あ、本当ですか、はい、はい、うん、じゃあ、ね、まあ、7個は最低いけるということで7個はいけるという検証ができました。対決します、今度どんだけ食べれるかとか、はい、そうですね、はい、あれですもんね、話の根本は先週の収録の、あ、そうそう、あの僕が大食いの試合を、させてもらったんで 3. 点何キロ、ね、3.5 キロですね、はい、まあ、レベルが違いますね。レベルが違いますね。もう 3.5 キロ本当におにぎりにしたら相当な数ですよね。おにぎりだと多分ね25個、うわ、そんぐらいじゃないですか、分かんないですよ。それを食べちゃうんですね。何グラムとか書いてありますよね、うん、おにぎりにね。そうです、何グラムでしたっけ、何グラムなんですかね、1個何グラムなんですかね。だってそれだって食べちゃうカトヤンさんからしたって、うん、おにぎり5個なんてもう、ね、いや、それ食べれなかったですね。 3.5 キロ、あ、やっぱダメでした、うん、あのダメです、あの、ダメでした、具は全部食べたんですけど、はいはいはい、スープは飲めなかったですね。あ、そこまでいかなきゃいけないですね。そこまで全部全部で 3.5 なんで、はいはい、はい、ゴミを漁っておりますが、え、何グラムかちょっとぐちゃぐちゃなんでね。どうなんですかね、おにぎり1個何グラムなんだろう。100ぐらいじゃないですかね。100ぐらい、まあだいぶ多分100ぐらいだと思うんですけどね。100だと 3.5 キロ35個ですよね。到底無理ということで厳しいですね、はい、はい、そうですね、また機会があればやってみたいですね、はい、こういうことも、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということでありがとうございました、今夜のお相手は石塚武とFM ルピナス放送局長の片山でした。どうもありがとうございました。
しい。 Listen up everybody. It's your motorcycle